ははい、えー、こんにちはトレーダーの友です、えー、それではですね、えー、今日はレーザーテック中心に見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね日経2 2 5の方からですね、えー、見ていきたいなと思っております。きょうもです、ねえー、下落とこういうような形で、えーまあ、140円安、0.44%ということを、ね、まあ、でも、ーまあ、場中見てた人はわかるとは思うんですが、まあ、戻した方かなというようなところかなとは思いますね、この下ひげ、えー、ピンバーで引けているというような形になっております。 1で、えー、と一時間足とかでですね見ていただくと、まあ、分かるんですけれども、えー、と今日ここですねで、えー、これが9時の院線で、えー、10時ってことで、9時、10時です、ねえー、寄り付きからあー一気にですね下に売られていって、 まあ余力のない個人投資家を中心にです、ね、やっぱり切らされてしまった方っていうのが多いのかなと思います。でそこを見て、ですね切り終わったところで、ですね上昇してきたというようなところで、まあ、11時からはですね上昇という感じで、5番もまあ堅いというようなところで、上を目指すような展開で最終的には終わっていると。 よような形ですよねまあ、ちょっとこの辺の2回目の振り落としがあったところも悪意があったなというふうに個人的には思うんですけれども、まあ、ひとまずですね下ひげをつけたというところで、えー、まあ、明日金曜なんでね、やっぱりいい難聴になりそうだなとは思っているんですけども、まあ、なかなかあそのチャート的にはですね、 え積極的にに買いいいいづらい形っていうとところにはななるかなと思いますね、まあ、特にこの直近安値の3万2600、これ終わったっていうところは、ですねやっぱり心理的にもかなり売りたくなる局面ではあった、まあ、こういったところで、ですね、えーまあ、うまく難品ができた方っていうのは、ですね利益に結びつけられたかなとは思うんですけども、やっぱり選択肢が損切りしかない方っていうのは、結構苦しかった、まあ、そういった局面にはなるのかなと思いますね。 なんで、明日もまだまだですね、えー、やっぱり4日連続、この陰線を,を作った割には、ですね戻りが限定的だったかなと思いますので、そして週末ってこともあると、少しですね、えー、このようなところの、 また、下落っていうところも、明日はね、えー、考えておかないといけないのかなと思います。まあ、来週になりますと。と、まあ一応夏休みっていうところも一通り終わりでですね。えー、まあ、一般的な投資家っていうのも入ってくる可能性ってなるかなと思いますので、まあ来週の戻りにはね。もうちょっと期待したいところではあるのかな？というところで、まあ結構ですね。やっぱり日本株がどうというよりはですね。外病院で結構やられているところが。 まあ,あるのかなというふうに思ってますね、えー。上海総合指数であったり、反戦指数みたいな、まあ、中国のですね指数っていうところもずっとです、ね、続落をしているっていうところ、まあ、それから、まあ、ダウですね、えー、ダウも下がっていたり、ナスダックもですね、まあ、右肩下がりとふうようなところで、えー、このトレンドラインとかも割ってきているような状況ですので、まあ、こういったところの影響っていうのは やっぱり少なからず受けるだろうとただ、あまあ、やっぱり日本株、その円安がめちゃくちゃ今進んでいるっていうことですよね、146円台に入ってきていますね。ということを考えると、外国人投資家からすると、やはり安く見える、日本人から見ても安い銘柄っていうのは、より安く見えるわけですよね、どれだけで見ると。っていうところで、さすがに実情の買いっていうのは、あ僕はどっかで入ってくるのかなというふうには思っているので、 やっぱりこれがですねそもそもガタガタと落ちてくるっていうシナリオは今んところまだ僕は持っていないので今日も結構積極的に難品をしていったっていう感じですねまあでもあまりそこまで攻めるほどの力強いチャートっていうのは全くないので、まあ、あの攻め方っていうところはあの限定的にいかないといかないかなと思ってます。 でまあ、別にこれは海水症とかではないですけども、一応ナスタックに関してはです、ね、やっぱり下落を結構警戒した方がいいかなというふうに思ってます。足形的に完全崩れているんでね。というところを考えると、例えばですねこのイフリーっていう、まあ、ところ、まあ、ちょっと僕、アイフリーは全然詳しくないですけども、まあ、ETF ていうので、ナスタック100のインバースっていうのがあります。 日経ダブルインバースとかね、有名でご存知の方もいると思いますが、これは下がると上に上がるというような、そういった形の ETF ということになりますで。結構ですね、出来高もある銘柄になってまして、結構トレードはしやすい。しかも一株から行けるっていうことを考えると、割とトレードもしやすいのかなというふうに思いますので、ちょっとこれからのこのアメリカ株の下落っていうところに備えたいなという方はですね、こういったナスダック100のインバースとか、まあ、これ系のは色い々ろいろあるんですけども、ちょっと出来高がないのとかだとね、あの 流動性に疑問が出てきますので、まあ、こういったところをヘッジで僕もちょっと買ったりはしていて結構利益が出たりしてますので、まあ、こういったところも、あのー、個別メーカー以外にですねヘッジっていう意味で買っていくっていうのも面白いのかなと思います。はいということでちょっと今日前置き長くなってしまいましたけどもレーザーテック見ていきたいと思います。 でちょっとレーザーテックなんで見ていくかっていうと、ですねそろそろ買ってもいいかなというようなところで、ちょっとお中長期目線でも持っていきたいなというふうには思っている銘柄でもありまして、でまあ、ずっと今までの動画でもですね買いはまだかなというようなところは言っていたとは思うんですけども、まあ、だいぶ煮詰まってきたなというような感じがしますので、そ,のそろそろですねその下落のリスクっていうところが限定的になったかなというふうに見ています。でそれはなぜかと言いますと、やっぱり下、 この辺のところがやっぱり硬さっていうのがかなりいい形成されてきているなっていうところで。 おそらくですね、このような1万7000とか、その下の1万4000とかっていうところは、ですね、直近ではあまり想定には入れなくていいのかな、むしろ上っていうところを想定に入れたトレードっていうのが、まあ、結構ですね、ワークしそうだなというふうに考えています。で今、見ていただくと分かる通り、冷やしベースですね、三角持ち合い。まあ、ちょっとこのラインをですね、2つ引いているのは、ちょっとどっちで取った方がいいのかっていうのは微妙なところなので。 一応、両方ですね引いているというところなんですが、まあ、どちらにしてもだいぶ煮詰まってきているというところで、まあ、今月か来月中には、ですねこの、まあ、持ち合いが上に行くか下に行くか。 これがが決着がつくんじゃなないかなと思ってますで。真上も確かにちょっと硬い、e、ラインっていうのはあのいくつかあったりはするんですけども、まあ、下も結構硬いなというようなところで今レンジで動いてるわけですよね。で、格帯別的だ高右側見ていただくと分かるようにちょうどこのですね、中央ラインっていうのがやっぱり一番出来高の多いところですので、えー、今のもみ合いっていうのをしっかりと上に抜けることができればですね、えー、このところはやっぱり投資のチャンスというところになってくるのかなというふうに思ってますので、えーまあ、それが本当に チャンスが近づいているなというところで、まあ、毎日ですね、えー、見ているというところですね。まあ、今のこの日経の軟調な地合いであったとしてもですね。えー、ま、そんなにですね。大きく売り込まれてるっていうこともなくですね。この辺の価格帯っていうのを、まあ、以上はちゃんとできているのかなと思いますので、まあこの辺のところもですね。やっぱり根強い。 ま、人気っていうのもあるのかなと思いますし、えー、出来高を見てもですね、えーまあ、全く衰える気配っていうのがないですよね。しっかりと出来高が毎日入っているというようなところになっていますので、えー、これのようところですね、期待できるところかなと思っています。突き、まあ、足ベースとかね、ちょっと長期足で見ていってもですね、やっぱり今の迷いっていうのがすごいわかるわけですよね。特に3ヶ月連続でですね、駒、まあ、先月もそうですね、下ひげも長かったですし、今月も ま,あまだ終わってないですけれども、ちょっと駒になりそうな、そういう感じで、まあ、上も下もですねちょっと行きにくいというような形にはなっているかなと思います、ただ、もう下でも結構限定的ですよね、この3ヶ月見ても。というところを見ても、やっぱりリスクは限定的に上を目指していける、そういった局面には入ってきているのかなというふうには考えています。 で、あと、ですね、信用倍率というところも非常にですね、えー、い,い,いい傾向というのが見えておりまして、これ、レーザーテックですけども、期、え、間、ーま、のカロリーというのはですね、えー、最近は全然の入っていないというところもありますし、あと、ここ見ていただくと分かるんですが、まあ、こっちらの信用倍とい,いうところで、まあ、8月10日の段階ではありますが、283万株というところになってまして、結構ですね、大幅にこの信用倍とい,いうところも減っている、まあ、これはですね、一応、高材料と。 いうところで、えー、見ても良いのではははなないかなといかとううふうにに個人的には思ってますね、はいまあ、この3週間ですかね、1、2、3週間、まあ、結構減少傾向で来ているというところ、まあ、この辺のところもですね、えー、上に上りやすい、そういった地合いていうのもできつつあるのかなというふうには思ってますので、まあ、引き続きです、ねえー、監視をしつつ、ちょっとポジションですね、そろそろ入れ,入れ始めてもいいかなというふうに思っております。 はい、ということで、すね、えーまあ、今回はあーちょっとレーザーテックをですね、えー、軽く見ていきました。まあ、半導体目からいろいろありますけれども、まあ、やっぱり出来、ね、高がしっかりとあるというところで、えーまあ、買いがですね、しっかりと続いていくというのが、やっぱり上昇することに、ねえー、とっては非常に重要なことになりますので、まあ、そういった意味では、ですね、まあ、レーザーテックとかアドバンテスト、あとは東京エレックですね、まあ、これのところっていうのは、やっぱりしっかりと値動きとか足型とかっていうのは毎日チェックをしておくと、えー、良いのかなと思いますね。まあネガ ででもありますのでちょっとね敬遠されがちではあると思うんですけども、まあ、それでいて、えー、結構ですね、えー、大口の買いっていうのは入りやすい、そして外国人の投資家っていうのが、またですね買ってくるっていう局面っていうのが来る、やっぱり円安進んでいるので、えー、できるだけですねこう安くう、しかも大きく動く銘柄っていうのを取りたいってなると、やっぱこういったところが物色されるのかなというふうに個人的には思っているので、えーまあ、ぜひです、ね、参考にしてみていただければと思っております。 はい。ということでですね。えー、今日はレザーテック見ていきました。少しでも参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタン、それからあチャンネル登録もね、まだの方、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。